はい、はい、じゃあね、もうラチが開かないので、もう俺も切れたぞ。今ね、あれ牽引用のワイヤーの牽引用のロープ巻いてます、鉄のね。あれで車引っ張ってみようという。いやでもいい感じだね。来たよこれ。これなんかね、抜けそうだから、ちょっと車でもうちょい、車でなんかもう引きちぎろうかなっていうレベルなんだけど、やっぱりこれかな。あと1本これ切れてないね。あと1本ね、切ってからにしようか。やっぱし。
はい。で、あと多分バックで入って無理くり引きずり引きちぎろうかなって感じなんだけど、こいつは引きちぎれないんで、こいつの根をできるだけ細くするか、あ、なんかやっていきます。で、なんかあれだよね、このプラント42はサンポールをかけた根は結構やっこくなる。正直めちゃくちゃやっこかったもん。それ頭きたからな、もうこいつぶち抜いてやる。じゃあ、あらかた切り込み入れたから、ちょっともう一回引っ張ってみます。今度はバックじゃなくて全身でぶち引きちぎってみます側手前に1本あるってこと？いや、切れてるんだけど、まあ、いや、もう一回緩めるか。いや、なんかね、手前にやっぱり1本切れてないのあるね。多分これの下か、これの下っぽいな。まあ、ちょっととにかく、まあ、どうにかしますわ。はい、どうやらもうこれクワがいかれたね。ほら、あー、もげちゃった。クワがもげちゃった。はい、まあ、こやつらとの激しい戦いの末、クワ死亡でございます。よし、さて、まあ、根っこここは切ったから多分抜ける気がするんだが、果たしてここがここだけの根っこなのかっていう、これが根っこの全てかっていうとこだよね。多分抜いたら抜いたで、でもさ、抜いたらさ、これ重たくて動かせないんだよな。まあいいや、まあ、ちょっともう一回引っ張ってみます。まあ、ちょっとこれもう一回引っ張って、まあ、チャレンジですね。はい、
どうなんだろうこれ。ちょっとまあ引っ張る角度を変えてみますか。はーい。多分これあっち側に引っ張るとコンクリートが段差になって、あのこのブロック塀の基礎が引っかかって抜けないと思うんよね。だからとりあえずこれちょっと逆だね。あの家の方にちょっと引っ張ってみて抜けるかどうかやってみます。多分ね抜けると思うんだよね。多分一番のラスボスと思ってたこれバコって抜けてるし、多分抜けるっちゃ抜けるんだけどね。ちょっとやってみますわ。これ抜けたと思うんだけど、これさあれかな、なんか1本ぐらいあるのかな。これ切ってあるし、なんだろう、根っこじゃなくて単純に重たいだけっぽい。根は切れてるから、じゃあこれこうどうやって上に上げようかという問題に今直面をしている。どうしようかな、隣に、とりあえず隣にどうにかしようかな。これ車で引っ張り出せないんだったらさ、どうしようかね。